バター豆麹の甘さが普通のあんことはまたちょっと違う味わいでちゃんと甘い新しいですよねやっぱ発酵あんこってシンプルな材料だしみんなも作ってほしいですねん皆さんの,あのおやつの定番にしてほしい発酵あんこっチェーというものチェ第回 水川発酵食堂です <laughs> よろしくお願いしますよろしくお願いします、えっと、料理家であり発酵マイスターの榎本美沙さんです榎、はい、本と申します初めましてですね初めましてよろしくお願いしますいろんなものを作っているのを拝見していますあ,ありがとうございます発酵あんこということで私、はい、発酵あんこって知ってはいるんですけどあ、うんはい、ご存知ではあっんですね作ったことはない 食べたこともないんです。びっくりするぐらい簡単だと思います <laughs>。<laughs> どういったものなんですか。発酵あんこって。えっと、発酵あんこは簡単に言うと。うん、お砂糖がないのに甘いあんこなんです、うん、で、うん、なんで甘いかっていうと、うん、米粉。 麹を使って作るので、甘さ、甘さが出るっていう感じなん。でも材料もすごいシンプルで、米麹と小豆と、あとちょっと味を引き締めるためだけの塩。の三つだけでできるので、イメージ的には甘酒、甘酒お好きです。か大好き、大好き。じゃ、多分好きなんじゃないかなと思います。楽しみです。よかったら、ちょっととりあえず一口。食べてみて。いただきます。 美味しいね。えー、<laughs> うん、甘酒じゃないけど、甘酒に近いというか、ああいう発酵感がある。る麹の甘みがすごく。ダイレクトにきますね。そう、意外とちゃんと甘いですよね。ちゃんと甘い。普通のあずあんこよりは甘くないけれども、うんうん、甘みはちゃんと出てるかなと思います。そうですね。だからお砂糖が入ってる甘さではないけど、うん、その麹の甘みっていうのがすごくよくわかる。<laughs>

じゃあいよいよ作るということで材料がさっき言ってたみたいにこ、はい、の3つ3つだけになります、うん、えっと乾燥の小豆になりますうん、うん、で米麹ですね、はい、今回生麹って呼ばれるものを使いますであの生麹使う時お味噌の時もそうだったかもしれないんですけど、はいうん、冷蔵庫とか冷蔵のものはちゃんと常温に戻してから使うのがポイントでございますその方が発酵しやすいみたいな、うん、そうですね冷えてるところからその発酵しやすい <laughs> 酵素が働きやすい温度帯に上がるまで時間が なるほど生まない方がいいのでなるべく上に,上に戻してからしておきますはい、はい、そして塩塩なります粗塩とかちょっと旨味があるお塩がおすすめですこの3つだけでできるってすごいですねそうなんですうーすごい楽しみです作ろう早くはい <laughs> やりますじゃまず小豆を茹でていきます、はい、お願いしますはい まずですね、お湯を沸かします。で、ふつふつしているところに、小豆を入れて。あ、いいんですか。入れますね。じゃあ。重大な役。重大な役です。これは水がちょっと少ないなと思ったけど。これぐらいでね。十分なんです。お、茹でていくと、小豆のアクが出るんです。はい。で、そしたらアクを一回茹でこぼすっていう作業を今。なるほど。一回それをしてから、またもう一回茹で。かわいい、踊ってる。そう、そう、な小豆が。踊ってる、踊ってる。 再びですね、ふつふつしたら水をバーッと入れます。で、このまままたちょっとふつふつするまで待つそしたら10分ほど茹でます。それでアクを出す。10分茹で終わったら火を止めて30分蒸らすっていう。なるほど、作業がある。で、その後茹でこぼしてちゃんと柔らかくなるまで茹でる。茹でる。きたきた、グツグツしてきましたね。 はい、もうね良いと思うんです。これはどのあ結構トロトロ結構トロトロしてますね。ちょっと目安がですね、こう指で少し固固そうなこう持ってキュッと簡単に潰れるぐらいまでまでなったらもうオッケーです。確認しつつ茹でてください。そうですね。ちょっと短めに茹でて美味しいです。これだけでもね、美味しいですよ。 これ甘み入ってないんですけどうん、うん、あの小豆茶、うん、みたいな感じで小豆、はいまあの風味をダイレクトに味わえるものなので、うん、まあこれはこれで美味しいですけど今日はちゃんとあんこにしてにし、はい、いきます。うん 小豆茹で上がったら小豆の固形分小豆のところと茹で汁に分けます最初ねあの固形のところ小豆のところを使うんですけど茹でたて熱々だとすっごい熱いじゃないですかで、熱い状態で米麹入れてしまうと酵素が働かなくて甘くない失敗してしまうので六十度ぐらいまでは冷ましますわかりましたなのでちょっと測っていただいてえっと六十度ぐらいになったなと思ったら米麹入れていただいてなるほどそっかそうですねそこ気をつけないといけないですねそうですそうです どのくらいあっいたのかな <laughs> 確かに。測ってみます。六十度よりあんま下がらない方がいいですか。下がりすぎない方がいいです。えっとこの後と六十度ぐらいを保ちたいんですね。うん、なので六十度にまで冷ましてもらうのが一番ベスト。ストうん、でも六十、ねうん、度ぐらいですね、うん。ちょうどいいと思いますので、うんうん、そしたら米麹をですね混ぜていきます。わかりました。麹ちょっと固まってるのがあったりしたら、うん、ほぐしてから入れるようにしていただいてもいいですか。はい、それはよく よくお味噌作るときも、醤油麹作るときも、そうですね。これをちゃんとほぐして、美味しくなるよって言って、美味しくなるよって言って、そうそう、それ大事ですね。愛を込めるみたいな。そうですね。はい。うん、これ嬉しい瞬間ですよね。この一体になるね。一体になるともう小豆に潰れちゃってもいいので、いいの。ガーと混ぜて、ガーッと混ぜちゃっていいです。 イメージは米麹に小豆の水分を吸わせるような、うん。なるほど、あ、すごい、そんな感じです。ういうこと、うん、ちょっと、す、すっごい上手です。すごい上手です。いいそうです、そうです。なんか全部混ぜてると、麹が水分吸って、ちょっとパラパラしてくるんですよ。そしたら、ここにですね、うん、さっきの茹で汁。はい。せないで、置いときます。はいうん、で、できれば、茹で汁下の方に、あの。 ちロっとしたのがころからねこう取っていただいて生麹の場合は100から120ぐらいミリリットル乾燥麹を使う場合は150ミリリットルぐらいを目安にちょっと加えるですが麹とか小豆の水分量でもちょっと変わってくるのでそこですよね難しいのちょっとずつ入れて様子を見ながら。目安は あんこよりもパサパサ。あんこよりもパサパサ。パサパサあんこふだいになっちゃうと、なるほど。あの保温してちょっと柔らかくなるので、うんうん、んベタついてしまうので、なるほどちょっとパサついてるなぁぐらいがいいですいい。どうだろうもうちょっとですね。よい,しょい,いい匂いしますね。あんこと、麹と茹で汁の。あずきって本当にいい香りしますよね。本当にいい香りしますよね。うん 何とも言えないリラックスする。そうそう。こんなアロマが欲しい。小豆きの、の匂いのアロマでお腹空いちゃいす。お腹空いちゃうか。でもちょっとか、なんか全部入れなくても良さそうな。そうですね。そんな感じがする。あんこほどしっとりしてないけど、ちょっとパラパラするけど、少ししっとり感はあるぐらい。で。 OK です。そしたらこれをですね、炊飯器に入れて、うん、保温をしていきます,ます、はい。これこうやってならしてから保温する方がい,いはい。あの、はい、なんていうか、ゴツゴツしてるとその分表面積が大きくて乾燥してしまうんですよね。わか,か,かりました。なので、こんな感じ平らになるべく平らにして、はい、保温です。で,すで、ここから発酵していく作業ですか。はい。あの炊飯器に今セットしました。うん、はい。そしたら濡れ布巾ね、ねこれ二重に。うん してるんですけどこれをこうかけるかけるでこれすっごい重要なんですけど蓋は閉めずに保温します連続保温ってあると思うので保温ボタンはい炊飯器していただいて蓋は開ふたを閉めちゃうとあのもっと温度が高くなっちゃうんですね。 工事の酵素って70、うん、60度ぐらいがベストなんです、うん、それででんぷんを糖に変えるので人は甘く感じるんですけど、うんうん、それが70度とかもっと上になってしまってうと、ん、その酵素が失活してしまって、うんはい、働かなくなってしまうので甘くならないんですね。でご飯って 普炊飯器で保温する時、もっと熱々じゃないですか。だから、閉めちゃうと、ちょっと熱くなりすぎる。熱くなりすぎるので。開けたまま、保温します。わかりました。これ、めっちゃ大事、一番大。めっちゃ大事。うん、ほぼ一番大事かも。なんか、たまに、開けっぱなしだと、ピーピーって言っちゃう。炊飯器あるらしくて、そういう時、なんか、サイレントモードにするといいらしいです。教えていた。だそういうのもある。あるらしいです。はい。わかりました。 でこれがはいこれがですね、うん、発酵が終わった出来上がった状態でございます出来上がれましたしっとりねしてるかと思うんですでここにお塩を入れて仕上がりになります塩がなじめばいいはい混ざれば ok ですガーッと混ぜていいのかもう全然これはあの潰れちゃっても全然問題ないですああいい香り ねー麹の香りします香りのよね香り、うん、だって <laughs> 麹の香りがすごい興奮しちゃった <laughs> うん、いいですね自然ないい香り今日はあんバタートーストを食べてみていただきます あんバタートーストって聞いただけでここからよだれが出てくる発酵あんこってそうなんです意外と乳製品とも相性がいいのでバターは最高なんですちょっとしかもあんバターってあんの上にバターが乗ってるだけだと最初の一口でバター食べられないじゃないですかそれがすごくずっとストレスだったんですよわかりますですよねだから最初にちょっと塗る 先にね。先にちょっと塗るんです。パン焼き上がったら先にちょっと塗って、で、これですよ。発酵粉。焼き上がったやつ。はい。これは甘すぎないし、お砂糖も入ってないので、そうですよね。たっぷり塗っていただきたい。ありがとうございます。す。体にもいいですし。そうなんです。 食物繊維もポリフェノールも入っておりまして本当にありがとうっていう感じの美味しくて栄養素もあるなら最高ですよねそ,すそしたらグーってなってたじゃん今 <laughs> ってなるよねわかるよ最後に終わかった出来上がりでーすよかったらやばーい,いただきます見て 待ち受けにしようかな。<laughs> 嬉しい。っていうぐらい綺麗。いただきます。じゃあもう食べるね。ガブリと。はい。おいしい決まった。いい <laughs> よかった。おいしい。本当だ。 バターとの相性がすごくいいですねうん、うん、バターもそうです牛乳とかチーズとも実は相性がよくて、うん、とクリームチーズとかともあ<ー>美味しそうあの発酵あんこのすごい絶妙な塩加減もすごく、うんうん、あよかった最高です,あありがすパンとバターとのあんしあとほんのりちゃんと甘いっていうのもうん、うん、この甘さ麹の甘さがさ普通のあんことはまたちょっと違う味わいで 恋になって <laughs> 嬉しい最高です <laughs> 美味しい綺麗じゃない <laughs> 本当だ <laughs> 見せたくなるすっごい<な>な綺麗なそう嬉しいありがとうございます本当に合うこれ例えばパン以外とかだとどういうのが合うんだろうお餅とかも合うかうすごい合いますねし市販のバニラアイスに 混ぜるんですよ。あもうたっぷり。うん、そしたらめっちゃ美味しい。あんこ、あんこアイス、うん、ラズベリーとか入れるとちょっと酸味も加わってすっごい美味しいあ、美味しそうですね。鶏肌立った。<laughs> <laughs> 絶対美味しいじゃないですか。<う>甘いものとの相性もいいか。相性もいいです。す バナナとも実は相性よくてあ美味しそう,そうバナナケーキに入れるのもおすすめだし入れる<あ>だパウンドケーキ作る時に作る時に生地にあんこも一緒に入れるのもあのもちろん後乗のせもいいと思いますバナナケーキに添えていただいてもいいと思いますし、うん、えっとあと、うん、もうなんか、うん、<構>それを考えるのも楽しいですね。そうそうううんですよこあんこをどういふうに 使うかっていうレシピを考えるのも楽しい。そうそうなんです。なんかあんこってやっぱりさおしることかぜんざいとか、うん、あとこしあんつぶ、うん、あんとかってこう結構固定されているでしょ？うん、あ,あんこって。そうです、ね。だけど新しいですよね。やっぱ発酵あんこって。新しいジャンルだなと思います。あ嬉しいです。すココアとか。 あのカカオパウダーとかとも相性がよくいって美味しそ,うそれとねココアパウダー入れてこう丸めてなんかトリュフっぽくしても美味しい。チョコカット ぽくなるってこと。なんとかボール、エナジーボールみたいな、そんな感じになりそうですよね。そうですね、お砂糖も入ってないし、まあ、ーツでね、作ること多いと思う。そうですね。ドライフルーツ、デーズもでもいいし、それも入れて、エナジーボールみたいに、本当にしても美味しい。あ、美味しそう。きなことか入れて。無限じゃないですか。難しい。家でも作ってみます。ありがとうございます。全然難しいこと。 工程はないし、シンプルな材料だし、三つだけのね。うん、みんなも作ってほしいですね。皆さんの,の。おやつの定番にしてほしい。してほしいですね。ねも,もうこうやって冷凍しとおけば、あの冷蔵庫で解凍すればすぐ食べられるので。そっか、そっか。小分けにした、ね。そう、そうなんです。さすが<ひ>毎朝の朝ごはんに。ありがとうございます。<laughs> ちょっと食べていただきたいものが何ですかプラスでありまして美味しそうなものですけれども,れもう発酵あんこを使って、そうですね、乗ってるチェーというものをチェー、チェーというものですねチェイチて何ですかェイって何ですか はあの東南アジアジの方で食べられる、うんまあ、ココナッツを使ってるシェイクみたいなアイスみたいなものなんですけどそれはあのお砂糖を使って普通に作るものを発酵、うん、あんこと、うん、あと甘酒を使ってちょっとお砂糖いらずで作ってみたものになります、うん、よかったら召し上がってみて下さい。 冷たいデザートだあそうですそうです甘酒にちょっと凍らせて作ってるんですそういうこと、はい、アイスみたいにアイスみたいになってるんですわーこの白い部分が甘酒とココナッツとちょっと牛乳と入ってて,、ね、っって,て下の方にあんこが結構入ってるのでってるじゃあギュッとキュッとはい混ぜ混ぜして食べていただくのがいいと思いますパイナップルも入ってます入ってますうーっ <laughs> <laughs> よかったおいしいおいしいですよかったなに複雑ココナッツが、うん、結構珍しいというかそうです、ね、かなり風味が強いんですけどそこにね小豆が入っても全然大丈夫な感じ全然大丈夫っていうかすごく合うじゃないですか <laughs> よかったへー それと、なんかこのフルーツと、小豆と、このココナッツのと甘酒。うん、何、この組み合わせ。<laughs> すごいですね。そうなんです。ちょっと、まあ、あの、東南アジア風というか、まあ、日本風、麹使ってる日本風というか、ちょっと難しいところなんですけど。すごいよく合うなと思って。うんうん、あ、こういう風に合わせると、あんこが。お芋。っぽくなるかも。確かに、確かに、さつまいもとかね。そうなんか芋っぽさになって。うんうん またちょっと違う味わい、風味になって。美味しいうん、うん系。あ、よかったです。こっくり系になる。これはもう発酵の寄せ集めデザートじゃないですか。完全に確かにそうですね。<laughs> あ、甘、ま、酒使っててね、うん。やっぱり発酵を使った何か食べ物っていうのはすごい。こう、味わいに複雑味わいがこう、なんていうの、奥行きが出るっていうか。うんうん、それがとっても。 いいですよね本当にそうですね味わったことない味になる,、うん、るそうそうそう思いますなんか逆に発酵が深いから、うん、すごクシンプルなものでも美味しいので、うん、んなんですよ、ね、私も結構めんどくさがりであ、同じなんですよ私もそこから入ってそう逆にね発酵食品使うとすごいシンプルなものでも美味しくなるから楽ですよ、ねうん、そうなんですだから作っとくとすごくうん、うん、便利便利だし 楽だし逆に手が抜けるっていうこともあるんですよね,ねで、体にルな人だったらもういいから一石何鳥なのっていう感じですよね,すよねわあすごいびっくりした初めて食べましたこんなのデザートチェーチェー美味しいですありがとうございますよかったいっぱい今日はいろんな発見を教えていただきました。ああよかったです嬉しい最高 ありがとうございます。<laughs>